ちは、サンデーです。今日はこちらのルックを紹介していきたいと思います。紹介していきたいと思います。では始めましょう。My Beauty Style by Sandy。 はい、ということで、今回使っているカラコンなんですけども、ディアモさんから、こちらのね、ハロウィンシリーズで出たエピックっていうシリーズなんですけども、私が使っているのはオリアナっていう色になります。なんだろうな、このハロウィンシリーズのカラコンはすごく色が鮮やかといいますか、すごくビビッドだったりすごく目立つんですよ。とにかく目立って、でこの色はね、絶対猫とかトラとかなんかライオンとかなんかそういうの絶対やりたいと思って、今回こちらのルックをやっています。で、今回はね、使っているコスメたちなんですけど、ほとんどドンキで買えるものになっております。そして、まあ、この、メタリック系は100均で、まあ、主に、ドンキ と、100均のものを使っていて、まあ、眉毛ぐらいかな、眉毛ぐらいがカラーポップのポマード、これすごくおすすめです。アナスタシアと本当に同じ働きしてくれるのに、アナスタシアより全然乾きはしないので長持ちをします。で、アナスタシアに比べたら全然安いので、こちらね、カラーポップもし何か買うときについでにこれも買ってみてください。私が使っている色はここら辺に載せておきます。すごくおすすめです。で、最近ね、すごく好きなドンキでしか買えないのかわかんないんですけど、私はドンキで見かけて、買ったパレットなんですけど、ちょっと汚れちゃったんだけど、こちらのエンジェルハートっていう、コスメブランドから出てるパレットになります。で、これ850円ぐらい、まあ消費税を足してまたちょっと上がるんだけど、1000円もしないパレットになります。これがね、最近好きで、他の色も買ったんですけど、で、今回はこちらのパレットを使っています。エンジェルハート10カラーシャドウ、01ブラウンセレクトっていう色になります。色っていうかパレットになります。もうね、発色めちゃくちゃ良くて、もう全部このメイクはもう全部ほとんど本当にこのパレットでできています。そして最近私のお気に入りの、ウィッチーズポーチから出てる、メタリック系のグリッター系、グリッターアイシャドウっていうのかな、を使っています。そう、前回やったハロウィンメイクでもこれ使ってるんですけど、めちゃくちゃ良くて、今回はあんまりべったりつけずにトントントンとつけただけで、もうキラキラがすごい増したって感じです。あとはもう今年のハロウィンで私のメイクに欠かせないなって思えたのは、多分全部やってきたルック、いや全部じゃないな、まあホワイトは違うけど、ほとんどね、これ使ってます。キャンドゥの、キャンドゥとかセリアにもあるのかな、わかんないけど、キャンドゥのリキッドアイシャドウ、めちゃくちゃ良くて本当に。で、今回は、まあ、目にも使っているんですけども、前回と同じで唇に。で、メタリック系のこの色がなかったので、ちょうど良くてこれ使いました。レッドはルビーレッドっていうものになります。で、上に使ったのは、こっちかな。多分こっち。スマートゴールドっていうのを使っています。まあ、他にもね、こういう色とかあるんだけど、今回使っています。あとは何だろう。まあ、そんな感じですね。じゃあ早速チュートリアル始めたいと思います。どうぞ。
ただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけると、アップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。